軍は、もともとアメリカの企業です。その日本企業である、セブンイレブンジャパンが、2005年、デニーズ、イトーヨーカドーと合併して、セブン&アイ・ホールディングという持ち株会社を作りました。セブンイレブンジャパンは、その子会社になります。では、どうぞ。韓国のセブンイレブンを紹介したビデオが話題になっていました。アジア圏で運営されているセブンイレブンは、いずれも日本法人のものですが、販売している商品には、各国で違いがあるみたいです。そんな韓国のコンビニに、海外からも多くのコメントが寄せられていました。韓国のソウルに来てる。アジアでは、コンビニが重要な要素だ。ソウルの主なコンビニを回ってみる。僕はシン。ニューヨーク出身。韓国に4年住んでる。飲み文化が盛んだから。中身は知らないけど、これをお酒を飲む前に飲むんだ。こっちは、お酒を飲んだ1時間後に飲む。これで57ドルだよ。アメリカよりはるかに安いね。セブンイレブン。フルーツジュース。メロンアイスを液体にしたみたい。ピザ。ソースがめっちゃ甘い。トマトじゃなくてコチュジャンみたい。チリソーセージ。これ納豆とイワシだよ。大衆受けしそうにない内容だよ。バンチャン詰め合わせ。コンビニ飯にほうれん草が入ってるなんて。新鮮な味だよ。ファイヤーチキンフライドヌードル。名前はめっちゃ美味しそう。これが韓国流。穴を開けてお湯を捨ててからソースを混ぜる。これはつらい。ドライな辛さだと思う。喉にくる。かまぼこ。かまぼこ自体は美味しいけど、チーズがちょっと。二日酔い防止ドリンク。めっちゃシラフになりそう。ある意味で美味しいかも。GS25。撮影禁止だった。CU。韓国で一番古いコンビニチェーンだ。CVS、カンベナンス、U の略。ハンバーガー。ファーストフードのハンバーガーみたいだよ。電子レンジ肉まん。肉しい麻婆豆腐みたいな中身。とんかつ。アジアの国際大学の寮で食べるとんかつみたい。寿司。韓国で寿司を食べるのは最善とは言えないよ。コンビニ寿司は初めて見るからちょっとクールだな。そんなに悪くないよ。これよりまずいのを食べたことある。チャーシュー。意外と本格的で美味しい。フォー。AB の実家はフィラデルフィアで一番のフォー店だから。シナモンの香りがする。ママにはかなわないけど悪くないよ。からしラーメン。チーズ入り。結構美味しい。わさびエビせん。もっと辛いのを期待したけど、薄味だったね。メープルシロップハニーバターチップス。ハニーバターブームの新しい展開だ。パンケーキみたい。キムチ。韓国ではキムチが重要なんでしょ？朝昼晩食べるからね。これはダメだ。美味しくない。味玉、うずら。茶卵っぽいけど、もっと甘い。ラーメンに入れたら美味しいかも。サンドイッチ。ホイップしたピーナッツバターみたい。さっぱりしてる。グレープゼリーもあるよ。青ね。海外の反応。どれも美味しそうだね。昔、韓国に行った時にセブンイレブンがあって驚いたよ。美味しい韓国のお菓子が置いてあったよ。アジアのコンビニの方がはるかにすごいね。アメリカのコンビニで買えるもので一番好きなのはガソリンだよ。オーストラリアのコンビニよりはるかにマシだよ。韓国の寿司はまずいかな？コンビニで寿司を食べればそうだろうけど。韓国の寿司は美味しいけど、どこで食べるかで違うから。ほとんどの国がそうでしょ。アメリカの寿司よりは韓国の寿司の方がマシだよ。はるかに新鮮だし。アメリカは冷凍してるけど、アイルランドにも二日酔いドリンクがあればいいのに。大半の連中がある中だから、誰がこんなもの食べるの？お願いだから最後の手段だと言って。食べたいとは思わないけど、ビデオは良かったよ。日本のコンビニが世界一だよ。日本のセブンイレブンは最高。昔は古い普通のコンビニみたいだったけど、これはお腹が空いてくる。台湾のセブンイレブンに行ってみたらいいよ。コンビニのカンベナンス、便利の意味を真面目に取り組んでるから。フィリピンのセブンイレブンにも行ってみて。昨日、ソウルから戻ってきたところだよ。沖縄にはいつ来てくれるの？俺が一番好きなコンビニフードは、スパム&卵&ツナマヨおにぎり。朝食にもってこいだし、本土にはないんだよ。お願いだから、タイのセブンイレブンにも来てよ。ミニストップが一番だって。あそこのチキンとおでんが美味しい。このビデオは結構ためになるから好きだな。すごく文化がわかる。デイビッドの韓国語はアクセントが笑える。日本で自動販売機のビデオを作ってよ。韓国のセブンイレブンはロッテのグループ会社であるコリアセブンという会社が運営しています。セブンイレブンは全世界にありますが、セブン&アイのマークはおそらく日本だけだと思います。